次パターンいきますね。はい、意識言ってください。イコールイコールじゃなくて、はい、マイナス何2、はい、はい、A1 は、はい、これの全箇所解きなさいってやつです。で、これ移行します。入ってるんですかね。まあいいですよ。まあいいや、入ってなかったらそうですね。プラス 2N-3 となります。よろしいですか。そしたらここが N の式になってしまいました。 N の式になってしまいました。で、これ解き方いくつもあるんですが、まあまあ一応これ全部一通りいきますけどね。この形は一段上げます。これがポイントなんです。これ一段上げるか、全てを一段上げないとダメですよ。全部 N が絡んでるのを一段上げます。いいですね。して引きます。そうすると AN たす2引く AN たす1イコール2の AN たす1引く AN、 まあそれは引くだけの話で、 2N から 2N 引いて 2N が消えるんです。これがいいところなんです。で、こうなります。よしでしょう。こうなりますね。そして A 三角たす1引く A 三角を B 三角と置きます。で、ここがポイントですけど、これですね、見とってくださいね。 A 三角引く A 三角引く1をもし B 三角と置くと、これはまずいんです。こうなぜ置かないかというと、ここが1になったら0になっちゃうんだよ。 B1 とかなったら A1 引く A0 になるから0使いたくないんです。だから1段僕は開けてるんです。一応安全策で1段上げてるのはそういうためです。だからできる限り上げた状態で A 三角、要するにゼロにならないように細心の注意を払います。できる限りこうですね。そしたら A 三角たす1引く A 三角、 A 三角たす1引く A 三角を B 三角と置くと、これは BN たす1になります。で、これは下の番号でいくから BN です。たす2とこういうふうになります。これはもういわゆる C パターンですね。わかりました。で、あと問題は B1 なんですが、B1 は A2 引く A1 が B1 なんです。ところで A2 とは何かというと、今 A1 が1だから、この元の式に1を入れると1たす1引く 2A1 イコール2の1引く3となります。そうすると A2 イコール21が2引く3でマイナス1と、これが1だからマイナス2でプラス2だから1になりますか。これちょっと嫌ですね。あんまこういうのしたくないですね。21が1の2でマイナス1で、これ移行して、1ですね。 A2 が1、もう1回1なの。こういう時怖いから確認しますよ。 A1 も 1A2 も1とかなることがあるからね。いいんでしょうか。大丈夫でしょうか。1たす 1 2A12、1でした。2、1が2、2、1が2、本当違ってるの。で、4で、4、3で、1ですね。これ合ってますね。だからすごくこういう時怖いですね。で、そうすると、A2 引く A1 だから、本当合ってるよね。これ埋まっちゃったね。1引く1で0ですよ。で、これで B1 は0です。だからちょっと怖いです。こういう時非常に動揺します。でも、まあいいでしょう。そうすると、あと全箇式解くのは BN たす1イコール 2BN たす2で B1 が0というやつを解けばいいわけです。そしたらこれはいつものパターンで Y イコール 2X プラス2と Y イコール X で X イコール 2X プラス2でマイナス X イコール2でマイナス X で X イコールマイナス2と。これはいいんですかね。また。そうすると、あとはこれはBN たす1たす2イコール、2の BN たす2となります。これ結構、これは流れになります。よろしいですか。あなた、あなたがよければいいですよ。そしてまたいつもパターンで C 三角たす2が、すみません、 B 三角たす2が、少し時間を忘れてますが C 三角です。そうすると、CL たす1は 2CLということは、これを B パターンでずっとやると CN は2の N-1 の C1 とこういうふうになります。
これ流れになってます。大丈夫ですね、これが流れになります。でここから戻し作業するんですけど、 CL というのは BN たす2イコール2の N-1 の B1 たす2とこういうになります。で B1 は0だったんで、これは2の N 乗になります。ここで入らなくなってる可能性がありますけど、どうでしょうか、見てください。大丈夫ですね。はい、じゃあここまで一応書いてください。で続きはですね、これどうなるかというと、BN イコール2の N 乗引く2となります。ところが BN というのは AN たす1引く AN が2の N 乗引く2となりますですね。そしたらこれは何かというと、これちょっと青で説明しますと、A1、A2、A3、点点点、AN 引く1、AN、AN たす1で、これからこれ引いたら BN になるんですね。解消数です。だからこれで BN 引く1で、これだったら B1、B2 と、必ずこういうふうに来てます。順番としてはこう来てます。で、欲しいのは、AN が欲しいわけですから、ここから A3 が欲しいのはこれ足すこれ足すこれです。A4 が欲しいのはこれ足すこれ足すこれ足すこれですから、AN が欲しいから、あとこれを全部足せばよいということです。ということは、AN はどうなるかというと、A1 足す A1 足すシグマ K イコール1の N-1 の BK となります。N-1 人ですからね、N-1 ですからね、BK となります。ついていってますか？ついていきますか？こうなります。で、そうすると、A1 は1になります。で、シグマ K イコール1の N-1 で、BK とは何かというと、BN がこうだから、2K-2 と、こういうふうになります。よろしいですね。難しい計算が待ってなくて、1プラス、まあ一応シグマ分割しますか、皆さんのために。2の K とシグマ K イコール1の N-1 が、もう一回いくよ。これでいいですね。してこれはさっき言ったように、2の1、2の2、点点点、2の N-1 だから、初項が2と2引く1の2の N 引く1の1と、そしてこれは2の N 引く1になりますね。これでいいですか。さすがよく頭切れてますね今日は。そしたら2引く1で1で1足す2の N 乗引く2引く 2N 足す2と、こういうことですね。そしたらこれいいんですか本当。足す1なの。これ本当？何回も計算間違ってるかもしれない。これではどうですか、合ってます。ということで、これが一般項でございます。もう意味不明な一般項になりましたね。大変長いストーリーでしたけど、これができればかなり大きいですね。ということで、メモってください。いいですか？はい。